今回は2014年公開の SF 映画インターステラーで登場する惑星であるミラーの星について解説したいと思います。インターステラーは映画監督クリストファー・ノーランが宇宙物理学者であるキップ・ソーン博士とタッグを組み、宇宙物理学の要素をふんだんに取り入れた SF 映画です。フィクション映画なので全てが物理的に正確なわけはもちろんないのですが、要素要素に関してはそれこそ実際の学術論文が書けるほど正確に映像化を行っている稀有な映画です。そんなインターステラーの何がすごいのかについては以前に動画にしているのでこちらをご覧ください。この動画では劇中に登場するミラーの星について解説を行います。ネタバレを前提としているので、まだ映画本編をご覧になっていない方は本編をご覧ください。 Amazon プライムビデオや Netflix などでも配信されているのでお手軽に見れると思います。劇中ではワームホールを通った先の銀河で人間が住める可能性がある星として3つの候補が挙がっていました。1つ目がミラーの星、2つ目がマンの星、3つ目がエドマンズの星です。それぞれラザロ計画で飛び立った宇宙飛行士の名前がそのまま星の名前になっています。その中で最初にクーパーらが選んだ星が宇宙飛行士ローラ・ミラーが着陸したミラーの星でした。ミラーの星は劇中では水と有機物があることが事前分析の結果分かっている星でした。有機物というのは炭素原子を骨格とした化合物の総称で、水素や酸素、窒素、硫黄、リンとかと組み合わせることで実に多彩な構造をとります。また地球上の生き物は例外なく有機物で構成されています。技術の進んだ現代では否定されていますが、かつて有機物は生命のみが作り出すことのできる物質だとも考えられていました。ではなぜ有機物が生命の骨格となり得たのかというと、それは炭素原子の持つ性質にあります。炭素原子はその電子的構造から他の原子に対して4本の化学結合を安定的に作ることができます。これを一般に炭素原子は手が4本あると表現しますが、この性質のおかげで炭素同士が手を結び合い、炭素炭素結合が鎖のようにつながった複雑な構造が生まれることができる。このことで結果として複雑な構造を持った生き物という存在が生まれたわけです。ちなみに周期表で炭素の下にある同族元素のケイ素も4つの手を持っていますが、基本的に不安定で炭素のような構造は取れません。炭素の同族元素であるケイ素も手が4本あるというところから、ケイ素骨格を持った生き物、ケイ素生命体というアイディアがたまに SF 作品で登場したりしますね。現実的にはケイ素で炭素骨格のような構造は作りえません。さてそんな有機物ですが、我々が住む地球には大量に存在します。というより人間そのものが有機物ですからね。そんな地球は46億年前に星のカスから出来上がりました。そこからしばらくの間は二酸化炭素とか二酸化窒素とかそういった無機物しかない星でした。そこから有機物はどうやって生まれたのかという点が我々生命の始まりの一つの謎とされています。現在では化学進化説というのが一つのメジャーな説になっています。これを簡単に言うと、大量にあるいろんな無機物が雷とか宇宙から来る放射線とかいろいろなエネルギーを受けることで化学反応が進み、低分子の有機物が生まれて、さらにそれらがつながって高分子の有機物となり、最終的に生命の単位である細胞が生まれたという説です。その説を有力にした最初の実験が1953年に行われたミラーの実験です。スタンリー・ミラーという人物がシカゴ大学で行った実験で、生まれたばかりの地球を想定したメタン、アンモニア、水素、水蒸気の無機物の混合気体を作り、それに対して雷を想定した放電や紫外線の照射を毎日行い続けるというものです。この実験後成分を分析すると、そこには酢酸や尿素、グリシン、アラニンなどのアミノ酸といった有機物が検出されました。つまり我々生命体は生まれたばかりの無機物だらけの地球から
このような過程を経て出来上がっていったのではないかという説の信憑性がこの実験でかなり上がったわけです。ちなみに後々この実験の想定であった生まれたばかりの地球の大気組成は間違っていることが分かり、前提は崩れましたが、低分子の無機物からある程度複雑な有機物が生まれるということが分かったのは大きな前進でした。インターステラー劇中のミラーの星はローラ・ミラーという架空の宇宙飛行士が着陸したからこう言われています。これは私が勝手に思っただけですが、もしかすればこの実在の人物であるスタンリー・ミラーが行ったミラーの実験を意識しているのかもしれないですね。ということで、星に水と有機物があるということは生命が生まれる下地が整っているということを意味します。宇宙にあるいろいろな惑星の中でこういった環境の星はなかなか珍しいです。例えば地球に一番近い惑星の火星や金星だって、火星は平均気温-60°、気圧は地球の 1% 以下で液体の水は存在できません。金星は気温400°以上、気圧が地球の90倍で硫酸の雲に覆われています。水や有機物が普通に存在できる環境はそれだけで貴重なわけですね。こういう水が液体で存在できるような領域を天文学の用語で生存可能領域、ハビタブルゾーンと呼んだりもしますね。という液体の水もあり有機物もあるらしい、まさに生き物にぴったりの条件であるはずのミラーの星ですが、実際に降り立ってみるとそこは壮絶な環境でした。高さ 1km の大波がどんどこやってくるという、とても進めたものではない星だったわけです。ではミラーの星でなぜこんな大波が起こるのかというのも理由があります。ミラーの星は地球サイズの惑星で重力は地球の 1.3 倍です。そのせいでちょっぴり動き回りにくそうですが、そこはさして問題ではないです。問題は超大質量ブラックホールのガルガンチュアの超積力です。超積力という言葉を聞いたことはあるでしょうか。以前の動画でも言いましたが、潮潮力と書いて超積力です。潮の満ち引きという言葉聞いたことありますよね。海の水位が上がったり下がったりする現象です。これはなぜ起きるのでしょうか。ここに地球があります。そしてここに月があります。月は地球の衛星ですので、月は地球の周りを回っています。つまり月は地球に落ち続けているわけです。そこまではいいでしょう。ただし月もそれなりの重さの星ですので、地球も月の重力の影響を受けています。すなわちある意味地球も月に落ち続けています。地球が月から受ける重力について考えてみましょう。重力の強さは距離の2乗に反比例します。ちょっと極端に書きましたが、矢印の長さが力の強さだと思ってください。画面右側の方が月に近いので重力も強くなります。地球のうち力を考える部分をこの5点だけ考えてみます。次に地球が月に落下することを考えてみましょう。まず地球の中心を中心に考えます。地球の中心はこれだけ月の重力を受けるわけですから、これに沿って自由落下した時、ちょうどこれの反対方向の慣性力が生まれます。まああれですね、ジェットコースターとかで下に落ちてる時にちょっとふわっとしますよね。あれは地球の重力に沿って落下運動をしているため、その慣性力が反対方向、落下の反対方向に働いて、落ちている本人にとっては地球の重力が打ち消されて感じなくなります。まあそんなイメージだと思ってください。ということで地球の中心はこのような慣性力を受けます。地球は一塊の物体なので、他の部分も同じ慣性力を受けることになるでしょう。こんな感じになります。この月からの重力と慣性力のベクトルを足し算するとこのようになります。つまり地球から見た時の重力の偏りはこのようになるということです。矢印の各量を増やすとこういう感じになります。まるでフットボールのような形の力を受けるわけですね。これが潮汐力です。地球を覆っている海水はこの力によって持ち上げられたり押さえつけられたりして、海面が上がったり下がったりしているように感じるわけですね。
さて話をミラーの星に戻しましょう。ミラーの星はブラックホールであるガルガンチュアを公転しています。その関係性は重力の大小はあるものの、先ほどお話しした地球と月の関係と同じです。つまりミラーの星はガルガンチュアから受ける潮汐力、このフットボール型の力を受けることになります。実際星があまりに強い潮汐力を受けると星の形を維持できなくなって崩壊します。ちなみに以前のブラックホールの解説動画でご説明したように、ブラックホールが大きくなるほどかかる潮汐力は弱くなります。ミラーの星を潮汐力で破壊してしまわないためにはガルガンチュアは太陽の1億倍の質量が必要であると、映画の科学監修を行ったノーベル物理学賞受賞者の宇宙物理学者キップソーンが書いた本 The Science of Interstellar で言及されています。ミラーの星は崩壊まではしないものの相当な力が働いています。インターステラー本編でミラーの星の全体像が映るカットがあり、これを引用させていただきますが、ここのミラーの星の形を見ていると確かに完全な球体ではなく微妙に歪んでいるようにも見えますよね。さらにミラーの星は常にガルガンチュアに対して同じ面を向けている、いわゆる潮汐ロック状態になっていること、逆に言えばそのような状態になっていないと惑星の形が維持できないということもザ・サイエンス・オブ・インターステラーで言及されています。潮汐ロックというのは惑星の自転と公転の周期が同期していることを指します。我々の最も身近な潮汐ロックしている惑星はそう月ですね。月は地球に対して常に同じ面しか向けていません。月の裏側って見たことないですよね。これは NASA が公開している2021年の月の満ち欠けのシミュレーション映像です。このように月はずっと同じ面を向け続けていることがわかりますね。ちなみに完璧にずっと同じ面ではなく、ちょっとゆらゆらと揺れているように見える氷動という現象も起こっています。ミラーの星も月と同じようにガルガンチュアに対して潮汐ロックされています。ただ完全なロックにはまだ至っていない途中段階のようで、振り子のようにゆらゆら揺れている状態です。緩めに潮汐ロックされている状態とも言えますね。このように星全体が緩い潮汐ロック状態で振り子のように揺れるため、その海も揺さぶられることになります。さらに潮汐力によって海水も持ち上がっています。これがミラーの星で高さ 1km の大波が定期的にやってくる理由です。とこういった点はまあ科学的な理由があるのですが、結構映画的な嘘も盛り込まれているというところもあります。先日日本語版も発売された公式メイキングブック、メイキングオブインターステラーの表紙を飾っているこのワンシーン、劇中でもあったまさにミラーの星に着陸しようとしている姿です。ミラーの星の奥に明るく輝くガルガンチュアがいるという、もう映像的センスの塊みたいなシーンですが、このシーンには映画的な嘘があるとキップソーンは著書の中で漏らしています。ここで映っているガルガンチュアは地球から見た月の20倍のサイズで描かれているそうですが、1時間が7年になるようなレベルの近さに存在しているミラーの星からガルガンチュアを見ると、本当であれば空の約半分をガルガンチュアが占めているように見えるということらしいです。というわけで実際に私が実際にどう見えるのか、なんとなく再現映像を作ってみました。多分こんな感じになるでしょう。お分かりの通り、映画の中盤に映る映像としては迫力がありすぎて後半がもう霞んでしまいますよね。ということでノーラン監督はあえてそんな映像にならないように映画的に嘘をついたのだということが語られています。次にミラーの星の時間の遅れについてお話ししましょう。ブラックホールは強大な重力を持った星です。言い換えればその大きすぎる質量のせいで時空を大きく歪めてしまう星です。このブラックホールは
アインシュタインの相対性理論から理論的に予測された星で、現在では実際に存在するであろうことがほぼ間違いないと言われています。またこの時空の歪みによって時間の遅れが生じるということも分かっています。相対性理論と時間の遅れ、ブラックホールについては以前お話ししているので、そちらの動画をご覧ください。劇中のミラーの星はそこに1時間滞在すると地球では7年経過するというえげつない時間のズレが発生している星でした。相対性理論による時間のズレそのものは実際に観測されていることですので起こることは間違いないのですが、1時間を7年にするというのはかなり極端です。実際ここは映画のドラマチックな展開のために譲れないとクリストファー・ノーラン監督が主張し、科学監修を務めたキップソーン博士がなんとか物理的に不可能ではないシチュエーションを考案したという裏話があります。そのシチュエーションが回転するブラックホールです。ブラックホール研究の第一人者でもありキップソーンの師匠でもあるジョン・ホイーラーが残した有名なセリフの中に、ブラックホールには毛がない、ブラックホール has no hairというものがあります。もっと正確に言うとブラックホールには毛が3本しかないというものです。これは何を言いたいのかというと、ブラックホールを特徴づける性質は質量、回転、電荷の3つの性質しかない、すなわち毛が3本しかないという例えです。まあ正直この例えもどうかと思いますけどね。もうちょっと分かりやすく言うと、例えば普通の惑星であれば質量回転はまあいいですが、例えば地表を構成する元素とか分布とか地形とか大気の組成とか濃度とかいろいろその星をその星たらしめる特徴がたくさんあると思うのですが、ブラックホールはその特徴が失われてしまっているので、本質的な特徴は質量回転電荷の3つしかないと、そういうお話です。インターステラーに登場するガルガンチュアは質量は太陽の1億倍、そして回転をしており電荷は持っていないタイプのブラックホール、いわゆるカーブラックホールです。この回転しているブラックホールというのがミラーの星の1時間を地球の7年にするために重要な設定です。もし回転していないと1時間が7年になるような地点、すなわち事象の地平線スレスレの距離の安定した軌道は取り得ないのだそうです。ブラックホールが回転することによって1963年数学者のロイ・カーによって導かれた一般相対性理論のアインシュタイン方程式の解であるカー計量を当てはめて計算することができるのだそうです。ミラーの星の時間の遅れについての実際の計算は相対性理論を専門に研究している数理物理学者の方のウェブサイトでなされているので、気になる方は見てみてください。リンクを概要欄に貼っておきます。要点としてはガルガンチュアは回転しているブラックホールであり、それゆえに1時間が7年にもなるような近さの軌道を取ることが物理的に可能であるということです。とは言ってもザ・サイエンス・オブ・インターステラーによればガルガンチュアは物理的に可能な回転の限界速度の 99.99999999999% の速度という、えげつない速度で回転しています。かなり極端な設定ですが物理的に可能であるというのがポイントですね。ちなみにこのミラーの星、超高速で回転するガルガンチュアの地平線ギリギリに存在しているせいで、その軌道を維持するためにガルガンチュアの円周10億キロメートルを 1.7 時間で公転しています。これは速度で言うと光の速度の 55% の速度です。また時間の影響を受けないところで待機しているエンデュランス号はガルガンチュアの半径の10倍のところでガルガンチュアの周りを回っており、こちらも高速の 33% で移動しています。この状態でミラーの星に向かうためにはかなりの減速をしてガルガンチュアに落ちていきながら加速し方向転換して着陸しないといけません。この方法として重力を利用したスイングバイが行われています。スイングバイは惑星などの重力を利用して宇宙船の加速や減速、方向転換をするための技術です。移動している惑星に移動方向を後ろから近づいていけば重力によって方向転換しつつ
その惑星の運動エネルギーを受け取ることで加速することができます。逆に移動方向の前側から近づいていけば自身の運動エネルギーを惑星に与えることになり減速できます。とっても分かりやすい動画があったため引用をさせていただきます。移動する惑星に見立てた鉄球に宇宙船に見立てたボールを打ち込みます。ボールの方向と速度が変わっていることがはっきりと分かると思います。こういった技術をスイングバイと言います。実際に惑星探査のために飛ばしている探査機も方向転換と加速のためにスイングバイを行っています。例えば2011年に打ち上げられ2016年に木星に到着した NASA の木星探査機ジュノーは地球でスイングバイをして加速しつつ木星に向かいました。劇中でもクーパーが中性子星を使ってスイングバイをして減速をするといったセリフを話しています。ちなみにキップソーン氏によると中性子星でスイングバイをすると潮汐力によって宇宙船がバラバラになってしまう危険性があるため中間質量ブラックホールを使うべきだと脚本のプロットを考えている際に助言したそうですが、超大質量ブラックホールのガルガンチュアに加えてそれとは別のスイングバイ用の中間質量ブラックホールが登場してしまうと観客が混乱をきたすと、そういうことで却下されたそうです。まあそこも映画的な嘘っていうことかもしれませんね。というわけで今回はミラーの星について解説をしてきました。まあ正直1時間が7年という設定ありきの星なので結構嘘もいっぱいありますが、実在の理論現象をベースにした上で可能な限り実写ロケにこだわり IMAX カメラで撮った映像と CG、 作曲家ハンス・ジマーの壮大な音楽のおかげで最高のシーンに仕上がっていますよね。ノーラン監督がインタビューの中でこの映画を見て宇宙に興味を持つ人が増えてほしいといったコメントをしていた記憶がありますが、まさにまんまとハマっております。皆様はいかがでしょうか。ではこの動画は以上です。今後もインターステラーに限らず映画解説と映像技術 CG 技術の解説とかガジェットレビュー、さらには自作パソコンの話などをやっていきたいと思っているので登録をお願いします。他に要望などあればコメントしていただけたら幸いです。それでは次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。